はいどうも、こまみれです。えー、なんやかんやで、あの、思いました。やっぱ糸って、対摩耗性が一番なきゃいけないなーって。なんでかっていうと、そのー、今ね、そのソルトだったりとか、まあいろんなところで主流にやっとる PE ラインってあるじゃないですか。PE ライン。ポリエチレン使った。あいつね、あのー、引っ張り強度だけは一丁前に強いんです、やっぱ。うん。 けどあの対摩耗性っていうのが著しく、えー、よろしくなく、うん、やれれんか編み方だコーティングだなんだってのをメーカーさんまあやいにやいのやってますけど、うん、まあまあ所詮はというかまあ PE の範疇が出ないのはまあしゃあないとして、うん、やっぱ何よりも優先すべきはね対摩耗性なんだなって思った。 うん、やっぱねその海とかで釣りしとるとさやっぱ川,川とかも川が一番顕著なんだけどさやっぱ漂流物とか結構あるわけよ上流の方からね草だったりなんか木の枝みたいなのが流れてきてさ、うん、そいつにパスッと擦るだけでもうねあの傷がついて、えー、そこが弱くなるわけ。 で、あのな、俺のその動画の関係で何回も言っとくけど、糸ってのは一番弱いとこで切れるっていうのは、もう、あの、もうこの世の真理に近いから、うん。ていうかもうこの世の真理だから、うん、糸は一番弱いところから切れる。つまり、えー、ね、どんだけ強い糸が何百メートルあろうと、一箇所パスッと傷入ったら、あの、そこでパツッと切れるわけですよ。うん。でね。 結構ね、みんなというか、実際なんか釣りやっとる人で、対摩耗性のことを、なんかどこまで気にしとるって話になると、やっぱね、その、例えばさ、糸から、ね、糸の先端、糸の先端から、まあリーダーも結んで、糸の先端から、言うても10メートルくらいじゃない対摩耗性を気にするのって。 うん、まあかくいう自分もね、えー、海だろうが山のねあのトラウトだろうが大体いい釣り終わりにはえ竿お1本分くらいの長さ違う竿二2本分くらいの長さか大体、うん、いいリール柄糸出してんっさ1往復かあのルアーをまあ一番ねあの根元のガイドに引っ掛けてで糸張って その状態であのスプールの,あのストッパーに引っ掛けた状態で、あのー、切るみたいな。だから、えー、海だったら大体3メートルの往復、大体6メートルくらい。で、えー、そうだな、まあ、トラウトとかやったら1メーだいーーー大体70くらいだから、えー、どんくらいだ、まあ、3メー,ターちょいですわ。うん。 そのくらいの糸を毎回、まあ、あ消耗が激しいんでね、やっぱ手元のね、その一番、あの、先に近い方が、うん。で、どこまで切ったらええんよって話になるから、まあ、目安としてだいたいそれくらいやっとるんだけどさ、あの、キャスティングの、キャスティングの時に指で掴んだりするからさ、それでパツッと切れあの、ね、消耗したりとかもなんやかんやでするわけよ。うん。だからいい目安としてそこでやっとるんやけど、うん。言うてもやっぱね、なんやかんやで気にしても、10メートルぐらいの人が精一杯やと思う。 うん、けどさ、えー、海なんかでね1 0 0ルキャストして、えーまあ、1 0ル沈めましたそしたら糸は1 1 0ル使っとるわけやねかうん先から1 0ルだけがじゃあ傷つかって言ったらさっきも言ったように、えー、漂流物だったりね海でも全然ありますなんか何やったら今日ねこの動画撮影しとる今朝あの日の朝に釣り行った時に結構ねあのー アメゴってのもあったからめちゃくちゃねなんか漂流物がすごかったうんそれでなんかパス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 とええ毛羽立ってくわけようんね毛羽立ったりところどころ傷がついたりってでそんなのを繰り返すとねなんやかんやでやっぱあの糸っていうのは一番弱いところから切れるわけですからねうん先の1 0ルがどんだけ綺れだろうと ね、50m 地点にパスッと一発傷入っとったら、うん、もしかしたら高切れするかもしれんっていう、うん、そういうのがあるから対摩耗性ってやっぱ何よりも重要なんだなって思ったうんその何て言うかな魚が走った時の根ずれに強いのはいいけどさ、うん、だからちょっとした傷でもね、あのー、そうやってね糸は弱いところから切れてくっていうのを何回も言うけど うん、そういうのがあるからやっぱ対魔耗性っていうのが一番ね,いねなくてはならないっていう、うん、ねずれに弱い糸なんて使えたもんじゃない使ってもいいけどもう毎回毎回、えー、何十メートルもねあの2回3回3回はもたんな2回とかでもう全部出してあ,のある程度交換みたいな、うん、そんくらいの使い方じゃないと あのー、まあねちんちくりんの魚をつる,るんやったら、まあ、好きなだけやればいいって話だけどまあ大きいのを狙いたいとかそういう人になってくるとねもうどん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 糸が消耗していくっていうね、うん、糸を交換しなくちゃいけないっていうねだ大さえ高いのに、うん、B ラインなんかはね特に八本寄りなんかは、うんまあ、昔に比べたらっていう話になったらだいぶ変わってくるけど、まあ、今は今でしかないからね つまり、そうやってね、いろんな、あのー、ことをね、メーカーは歌い文句として、やいにやいにやっとるけど、なんやかんやで、タイムは盲星が一番ないとダメなんだなって、思いました。うん。そうなんや。ちょっとしたことで、本当にすぐ切れるからね、B なんかは。うん。細ければ細いほど、その毛羽立ちが分かりにくくなってくるし、うん。毛羽立っとるのみたいな。うん、そういうのもあるからね。 だからその対摩耗性ってのを少しね、あのなんか引っ張り強度何キロとかさ、なんかうたい文句としていっぱいあるわけやないか。強度がね、強度。ね、引っ張って切れない。ね、直線強度が、ポンドが、キログラムが。なんか言っとくけど、実は対摩耗性が一番重要じゃないかってのを、まあ、やいのやいのと、なんかこうやってね、井戸の話をね、やっていくうちに、 思いました。実際釣りもしとって。はい。なので、あのー、もしもね、これをお聞きのメーカーの人たちは、もっと大麻盲製ってのを売り出した方が、っていうか、大麻盲製、まあ、切れ、切れんかったら商売にならんからね。<laughs> 長持ちする糸は商売にならんからね。<laughs> そんな本音も見え隠れ。はい。以上、こまミれでした。皆さんはいかがでしょうか